甲斐カメルマガ。お盆と量子力学シリーズ編2、ご先祖様はどこにいるのかの量子力学。2018年8月6日。おはようございます。一般社団法人。甲斐 GPE。グローバルピースエデュケーション。村松大輔です。本日もお聞きくださっている皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、甲斐かより応援しています。本日の甲斐かメッセージ。8月はお盆と量子力学シリーズ編で進めています。先日は1、ご先祖様と量子力学でした。メルマガ本文中のリンクをご参照ください。本日は2、ご先祖様はどこにいるのかの量子力学です。東京大学名誉教授の医学博士である矢萩直樹先生も、肉体から抜けた目に見えない存在は、私たちが住む世界とは違う世界で自在に生き続ける。人は死なないとはそういうことです。という表現をされています。私たちが住む世界とは違う世界。とは、データの保存場所、ゼロポイントフィールドです。つまり、ご先祖様、お亡くなりになった方々は、ゼロポイントフィールドに存在しています。ここで、イメージとして読んでいただければ良いのですが、ゼロポイントフィールドは宇宙中に偏在しています。つまり、お亡くなりになった方は宇宙中に偏在します。では、自爆霊というのはどうなんでしょう。例えば、悔しい、許せないという周波数帯ヘルツでお亡くなりになったとします。それはゼロポイントに溶けにくいヘルツ、広がりにくいヘルツで、ある一箇所に確率を高く存在しようとします。でもその幽霊さんも同じ人間。生きているのとお亡くなりになっているのと同じです。生きている方で恨みが強い方がいたとして、その方にあなたが恐怖などで対応すると余計その恨みを強めてしまいますよね。ではどうすればよいか。こちら側がひたすら高い振動をする。ありがとう。大丈夫だよ。を振動数として奏でてあげるんです。お相手は言葉よりも振動数を読み取るので、心の中で怖い怖いを持っていながら言葉で大丈夫だよを伝えても、振動数怖い怖いを読み取って恐怖で接してきます。幽霊さんも生きている方も同じ人間です。お人のカウンセリングをするような感じで、幽霊さんに対して高らかな振動数を響かせ、その幽霊さんも、あ、こっちの振動数の方が気持ちいい、と気づいたとき、幽霊さんも感謝側の振動数になり、ゼロポイントフィールドに偏在するようになります。これが成仏です。お葬式では、例えばお寺さんではお経をあげますよね。お経はゼロポイントフィールド側の振動数です。般若心経などはまさにゼロポイントフィールドの説明をしています。色即是空の空がゼロポイントフィールドのことです。皆さんでお経を唱えてあげると、ゼロポイントフィールドの振動数を奏でています。そうすると、肉体を抜けた目に見えない存在さんは、お経の振動数によって、どんどん振動数を上げ、ゼロポイントフィールドに溶けます。これが先ほどお伝えした成仏です。さて、そのゼロポイントフィールドはどこにあるのかというと、あなたのミクロのミクロ、空気のミクロのミクロです。つまりあなたの体内に、空気に、そこかしこに偏在しています。霊的なものに影響を受けられている方もいらっしゃいますかと思いますが、お祓いを受けたとしても、ご自身の振動数が変わっていないと、その方の肉体もエネルギーであり、幽霊さんもエネルギーです。周波数帯で響き合います。感謝感謝で存在していれば、幽霊さんも感謝の振動数の方が心地よいと気づいてくれます。その時が成仏、天に帰るということです。幽霊さんは怖い、許せないという振動数で響き合っているだけなので、その方が感謝の周波数帯に入ってしまえば、幽霊さんも気づいてくれます。なので、怖いと思ってお経を唱えるのではなくて、安心の振動数でお経を唱えてあげれば、幽霊さんもゼロポイントフィールドに溶けてくださいます。話が逸れてしまいましたが、タイトルに戻ります。ご先祖様はどこにいるかというと、ゼロポイントフィールド。ゼロポイントフィールドは、どこかというと、床、体の中、空気の中、地球の中、すべてです。1のメルマガの続きですが、あなたのことを一番大切に思ってくださってるご存在は、お亡くなりになっても、あなたの周りに、あなたの中に、あなたのすぐそばに、存在してくださっています。いつもあなたのことを見守ってくださっているんですよ。それゆえに、お仏壇に対して、お墓に対して、いつもお守りくださり、ありがとうございます。です。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。ではお聞きくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。